2つの王者が相まみえます。フェザー級最強頂上決戦、赤清水か青森か。 Now round one。 戦いの幕が上がりました。 OBBF 東洋太平洋、そして WBO アジアパシフィックフェザー級王座統一戦、2つのベルトがかかった試合です。今ジャブを出していた青コーナーが森武蔵、アジアパシフィックのチャンピオン。そしてストレートを出して今右フックを返していきました。赤いグローブが OBBF 東洋太平洋のチャンピオンの清水聡です。はい、さて川島さん、注目の一戦が始まりました、はい、そうですね、非常にあの清水は懐深いですからね、右のジャブを出しているのは森です。ただ、はい、森のワンツーが当たるかどうかですよね。そうですね、赤の清水はロンドンオリンピック銅メダリスト。そして右フック出してきました。ダイヤモンドレフトと呼ばれる左の拳で、これまで勝った試合は全てノックアウト勝利です。この長いリーチから右を出していきます。森も果敢に攻めていきます、ね、そうですね、森のうまさは距離感とスピードです。対する清水は WBC14 位。右フックを出してきました。立ち上がりから川島さん、はい、この第1ラウンド立ち上がり両者どう見ますか。非常に、はい、清水もいいですし、森がまあいいですよね。そうですね、積極的に出てますね。相手を出してきました。森が一気に出していた。青コーナー森サイドなんですが、いい感じ、上体を振っていこう、止まったらダメという薬師寺会長、そして大きいのいらないからもっと小さいのを出していこうという指示です。森武蔵サイドは坂梨アナウンサーのリポートです。その辺りは、ああ、右ボディ、そして右上を出してきた。森がその作戦変更、清水はどう対応していくでしょうか。一つ木村さん、面白い指示出まして、はい、相手が距離を詰めてくるときに左の打ち下ろしですね、はい、4位です。左ストレート、右フックです。ショートレンジで徹底して戦う森武蔵、21歳です。17歳でプロデビュー。このアジアパシフィックのベルトはこれまで3度の防衛を果たしています。一方の清水聡もこの現在持っている OPBF のベルトは今日が6度目の防衛戦です。左アッパーを出す、頭を近づけて右ボディ、標識が鳴ってから左を打ち下ろしていった清水。先ほど陣営から指示があったのはこの人はやっぱりワンツーの出せる距離で戦った方がいいんじゃないかということです。川島さん、右左ストレート、右フックだ。打ち合いの様相を呈してきました。森も右を出していく、右フックから左アッパー。清水のダイヤモンドが少しずつ森に当たり始めてきています。川島さん、はい、清水もいい形を出してきてますね。そうですね、やっぱり強いパンチをどんどん打ってきてますね、はい、待ち踊りになるでしょうか。さあ、その瞬間がやってくるか。その瞬間が着実に近づいてきているかもしれません。 OPBF チャンピオン清水聡、右アッパー、陣営の指示が出ていたこの右アッパーです。何度となく練習してきたこの右アッパー、終盤をどちらが支配したでしょうか。頭を揺らしてパンチを殺すが、左ストレートが入った。清水のワンツー、森の顔面を捉えていきます。右アッパー、右フック、左ストレート、左ストレート、右フック、清水のパンチ、そしてギアが少しずつ上がってきました。森もパンチをカーッと、森の顔面から少し調べているでしょうか。これはおそらく有効打によるものでしょうか。鼻血ですか。はい、鼻血でしょうか、森の顔面から血が出ています。この硬い左、清水は王座を統一し、そしてその先の世界を見据えています。 OPBF と WBO アジアパシフィック2団体統一戦、川島さん、はい、清水が左だけではない、清水は世界へ向けて何とか倒しきりたいというところですが、森が川島さん、タフなところを見せていますね。そうですね、はい、森選手タフだと思いますよ、立ち続けているこの清水のうまさを持って、パワーを持ってしても立ち続けている森です。ただ清水はこのタフな森を倒しきることができるか。足のステップを刻んで、左ストレートだけではないうまさも新しい引き出しを見せている清水聡です。35歳、
限られた時間はそう長くはないと話す清水聡です。ただどの競技スポーツにおいてもボクシングキャリア、清水が狙う左ストレート、清水のダイヤモンドレフトが森の顔面を捉えました。それでも森は倒れません。森も出たいですけどね、なかなかちょっと出れないのかな。この出るところはバックステップで避けられます。清水がうまい、森が入れない、そして左のボディ清水は仕留めるか、ワンツー避けて最後は森が返してきます。高いレベルの攻防戦、アジア最強を決めるにふさわしいこのテクニックです。残り30秒を切りました。後楽園ホール、皆さん大きな声を出したいはずですが、大きな拍手で応援をする、会場制限、人数の制限をしている中で大きな拍手が互いの選手を鼓舞します。残り10秒を切って、アジア最強、そして世界の扉を開くのは果たしてどちらでしょうか。森が行く、清水も行く、ここで12ラウンド、フルラウンド。松明彦116対112、ジャッジ吉田和俊、同じく中村克彦118対110、以上3対0の採点をもちまして、 OBBS 東洋太平洋 WBO アジアパシフィックフェザー級統一チャンピオン、赤コーナーダイヤモンドレフ、清水聡が OBBS 東洋太平洋、そして WBO アジアパシフィックフェザー級統一チャンピオンに輝きました。勝ちました清水聡選手には勝利者賞